こんにちは、金黒です。車で移動するときの渋滞情報を調べるときのアプリ、渋滞ナビをご紹介します。金黒レビューチャンネル。今年のゴールデンウィークは例年になく10連休と大型連休になってて、前半部分や後半部分、レジャーとか帰省などで車で移動されるっていう方も結構いらっしゃるかと思います。私自身はこの10連休ほとんどが仕事で、仕事ながらも昨日は愛知県から静岡市に車で移動したんですが、仕事なら仕事で車で移動するのにアポイントの時間通りにちゃんと着くために渋滞情報を調べました。またレジャーや帰省などでも渋滞情報を知っておくことによって計画が立てやすいんじゃないかなというふうに思います。そんな日本の道路事情を全国的にカバーしている渋滞アプリ、渋滞ナビを今回ご紹介します。今回ご紹介するアプリ渋滞ナビは iOS と Android 両方に対応しています。このアプリでできることとしては、目的地を設定して目的地までの道路を検索できて、その渋滞地図の情報が見れたり、簡易図を見れたり、文字情報で渋滞情報を知ることもできます。プレミアムの有料登録すると渋滞情報がカーナビにもなります。渋滞ナビは高速道路、首都高速、一般道とすべての道路情報を網羅していて、渋滞ナビ独自のクラウド渋滞情報、日本道路交通情報センター提供の交通情報、規制情報など多彩な情報を切り替えながら表示することができます。投稿機能を使えば事故や通行止めなどの情報を渋滞ナビのユーザー同士で共有することも可能です。プレミアムチケットの購入で渋滞考慮の本格カーナビにも変わったり、渋滞を回避する最短ルートも提供されます。アプリを取り込んで開いてみるとこんな感じの画面になります。私は iPhone ではなく、もう少し画面の大きい SIM カードを入れた iPad mini の方が全体像をつかみやすいので、私は iPad mini でこのアプリを利用しています。この画面上部の中央付近でナビと簡易図と文字情報を切り替えれるようになっています。それぞれ左上のところの今大阪府になってますが、都道府県を選択し直すと都道府県ごとの渋滞情報や工事情報が見れます。同様に簡易図の方もエリアごとの設定ができるようになっています。もう一回ナビに戻すと、左上の方のプラスをタップすると拡大され、マイナスをタップすると縮小されたり、その下の2次元と3次元を切り替えたりすることもできて、あと右上の方位磁石をタップすると北が上に戻ります。あと左上の3本線をタップして自宅を登録したり目的地を探したりという設定もできます。ただし自宅を登録したりするときは無料の会員登録が必要で、メールアドレスとパスワードの入力が必要です。今ゴールデンウィーク真っ只中ですけど、関東圏とか中京圏とか近畿圏、結構渋滞出てるようですね。一番下の左側のリロードをタップすると現在の渋滞情報を確認できたり、その隣の渋滞予測は残念ながらプレミアム会員登録が必要です。その隣の投稿はどうも使えるみたいです。そして早速ちょっと目的地検索してみましょうか。仮に目的地をタップして、住所から探す、施設から探す、自宅に帰る、履歴、この4つの方法で検索することができます。また一番上の検索窓で検索することもできるので、今回はその検索窓の一番右側、
マイクのマークをタップして姫路城、そうすると検索した姫路城が出てきて、そこで一番上の姫路城をタップして、ここに行く右上をタップすると、現在地から姫路城までのルートが確認できます。このルート上で例えば、高速道路を乗るまでの一般道の渋滞状況、高速道路乗るまでは特に渋滞してないですね、一般道でもこんな感じで渋滞しているところは赤く表示されています。ただ今検索したルートでは一般道では渋滞していなくて、ルートを見ていくと、この辺から名古屋に入っていくと、これ伊勢湾岸道路で今渋滞していますね。そして滋賀県に入る、この辺も渋滞しています。やはりゴールデンウィークらしく高速道路上でも激しく渋滞しているようです。そして左下の部分に目的地までの距離309キロというふうに表示されていて、有料道路料金7440円というふうに表示されています。かかる時間としては4時間7分で、到着予定時刻としては17時11分着というふうになっています。これはよく見ると一番上側の右側に今最速ルートっていうふうになっていますが、これを隣の通常ルートをタップすると、今度は304キロに変わって、有料料金としては少し安くなって7230円に変わりて、時間としても、そんなには大きく変わらないので、これだったら通常ルートの方を選ぶかもしれません。また一番右側の一番下にルート設定もできるようになっているので、ここをタップすると、有料道路を使用、高速道路から出発、高速道路に到着、このような設定もできます。さらに細かい情報を調べたいときに、一番上部の中央付近の簡易図をタップして、今愛知県中部になっていますが、この中部のところをタップして、名古屋高速であったり名古屋中心部であったりと細かい簡易図が出たり、また文字情報でもそのエリアごとの情報を確認することもできます。今激しく名古屋市内高速道路通行止めになっているところ多いみたいですね。また左側の上の方に旅行時間っていうのもあるので、ここをタップすると通過するときの目安の時間も表示されています。このアプリ、今回ご紹介した範囲は無料の会員登録で使える範囲をご紹介しました。さらに有料で会員登録すると渋滞を緩和したようなカーナビとして使うこともできます。ただ私自身有料の会員登録してなくて、無料で使える範囲としても一般道だったり高速道路上だったり通行止めのような交通規制がこのアプリで確認することができるので、かなり無料の範囲でも使えるアプリだと思ってますし、実際経路図を見てこの辺が渋滞しているとか、また通過時間がこのぐらいかかるっていう情報も出ているので、このアプリ無料の範囲でも使えるアプリじゃないかなというふうに思います。私自身今回の大型ゴールデンウィークで結構高速道路で移動すること多いんですが、残念ながら仕事でこのアプリ使うことが多いんですが、今度はレジャーを計画するときにこのアプリを使ってレジャーを楽しみたいなというふうに思いました。今回は車で移動するときにとっても便利な渋滞情報がわかる渋滞ナビをご紹介しました。また今後もガジェット類でお役に立つような情報を発信していきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。
それでは。